突然ですが皆さん、今、イベントにて1万 Y ポイントを稼ぐのに何時間かかるのか知っているでしょうか。1時間、10時間、30分、5時間、いろいろな意見があると思います。しかし今回は、その論争を、打破すべく、自分自身が1万 Y ポイント本気で稼ぎに行って、何時間で1万 Y ポイント稼げるのか、その身をもって検証していきます。今後もこのようなプニプニの動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。それでは前置きはこの辺で、本編へどうぞ。はい、まずこれが今回の1万 Y ポイント RTA のルールです。一つ目、横取りありでやっていきます。なので、通常ステージの Y ポイント獲得数は、7か8ポイントとなっています。二つ目、ごく土の子ありでやっていきます。スキルマックスなので、毎回プラス5ポイントされます。三つ目、二大端末周回を用いて周回します。二大端末周回を簡単に説明すると、ステージをクリアして、読み込み中になった瞬間、アプリを落とすか、エラー落ちをさせ、もう一つの端末ですぐにログインを繰り返すことで、Y ポイント獲得画面や、経験値獲得画面などをカットし、周回効率を向上させる、周回方法となっています。そして今回は主にステージ1、ステージ5、ステージ28、ステージ37で周回しました。そして周回前の Y ポイントは118,849 ポイント。ここから128,849ポイント以上増やします。さあどれだけ稼げたのか。1万 Y ポイント RTA 終了。そして気になる1万 Y ポイント稼ぐまでの時間の発表です。4時間44分、時給にしてみると2083ポイント、なかなか良い結果になったんじゃないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は、龍馬人特別編イベントにて1万 Y ポイント稼ぐのに何時間かかるのか、検証してきました。最後になりますが、今後もこのような動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価だけでもお願いします。お疲れ様でした。みんなも、了解。ゲットじゃぞ。